久保さん、やっぱスクールウォーズを思い出すと熱くなっちゃいますよね。何なんでしょうかね、あれね。僕も久保さんに動画シェアしていただいて、泣きましたからね <laughs>。まあやっぱあの、同じ作品を見て同じく受け取れる、涙するっていうね。まあなんかリンクしてるんじゃないかなと思うんですけど。まあ今回は、あの、なんだろうな。まあ経営者にはみんなならないと思うんですけど、 社長になれと。<laughs> まあ、あの、自分株式会社の社長になれってことですね。これで自分株式会社の社長になれと。自分株式会社。自分で稼ぐってことは、自分の会社なわけですよ。で、ほとんどの人はやっぱり、 まあ、会社、作られたもの、会社が作ったもの、会社が作ったマニュアル、会社が用意したもの、なんとか、まあ、とにかく、会社の看板を借りたりとか、会社のなんかを使ったりとかして、ゼロ一ではないんですよね。もうすでに、土台は作ってるわけですよ。で、まあ、あの、お世話になるわけなんですけども、あの、みんな雇われてるというか、うん、まあ、そんな雇われてるわけじゃないですか。 だ雇う側にならないんで、これちょっと難しいっすね、久保さんね。だから久保さんのね、めっちゃ分かりますよ。スパゲッティの作り方も俺教えないといけないのか、みたいなね。<laughs> 分かりますね、あの、その感じ。え、それを教えないといけないのみたいな。昔はね、もうあの、ね、親方の,の背中見ては覚えろみたいな話ですよね。そう。 なんか給料毎月払ってなおかつなんか社員のこと気を使って教えて手取り足取りしるして <laughs> まあこれねだから、あのーまあ、本当に社長になって従業員雇うっていう体験をしない限り、まあ、この感覚はちょっと生まれないと思うんですけど、まあ、一人で稼ぐっていうことは本当に自分の自分のことを経営しないといけないし自分なんかそのモチベーションが上がりませんとかね行動できませんとか。 いやいや、それは会社潰れるよって話なんですよ。わかりますだ会社を経営しているって感じですねで。自分が動かなかったら会社潰すんですよ。だ大丈夫ですかもう一度ますね。自分が動かなければ自分の会社潰すんですよ。それでいいんですか倒産しますよ。って考えると、ちょっと、うーん、少し重く行動しないっていうことが、行動しないっていうことは自分の会社を潰すんだと。 いう風なフレームだと、その行動しないことに対しての重みですよね。それがちょっと変わるんじゃないかなと思います。だ僕が行動できる理由って、まあいっぱいあるんですけど、まあシンプルに、俺が、従業員も僕に雇わないって決めてるんで、俺が動かなかったら俺の会社は潰れるんですよ。まあ今言った通りなんですけど。だから僕が商品売らなきゃったら僕は生きていけないんですよね。今コンテンツ販売ほぼ100%でやってますから。 コンテンテツビジネスがあしっかりできなければ、あのー、生形が立てられないですよ、僕ね。だ結果を出さないとダメなんですよ。だからー、しっかりと売る、しっかりと売るっていうことも、ことの結果を出さないと会社が潰れるんです。自分が生きていけないんです。だから、もうやりまくるんですよ。結果が出るまでしつこく。てか、結果が出ないことが許されないんです。 どうすか会社潰すことは許されますかいや、僕会社潰したいんです、みたいな。会社潰しても全然余裕です、みたいなね。そんな経営そ、そんな社長いたら、そんな社長の下で働きたいですかいや、俺の会社別に潰れてもいいんだよねみたいな <laughs>、とこの下で働きたいですかまあ、働きたくないですよね。でも、行動しないってそういうことですからね。自分の会社を潰すようなもんですから、そんなのは。うん だからそうう考えるとすごくいいいいんじゃないかなかっていうでもほとんどの人はやっぱその考え方というかまあ会社経営というか社長の立ち位置でやっぱ考えないんででもこれからはですよ本当にあのこのマインドこの考え方がある人とない人じゃマジでもう二極化になりますわかりますだからその情報発信しましょうみたいなよく言われてるんですけど要はもっとその先のその深い考え方ですね うんなんかもう自分経自分を経営するんだっていう考え方の人と、あの、そうじゃない人、ただ言われたことをやるみたいな人のこの圧倒的な二極化っていうのは今後どんどん進みます。で、多くの人はもうこっちなんできついっすよ。だからここの考え方のベースを変えていかないと、今後はどんどん生きづらくなります。だって、本当に AI もどんどん出てきて、言われたことしかできない人間、いりますか じゃあ、あなたがもしね、あの、会社の社長をやっています。じゃあ、あの、社員雇ってるするとするじゃないですか。で、その雇ってる社員の仕事が、言ったことしかやらない社員だったとするじゃないですか。で、言ったことしかやらない社員が、A さんがいて、ここに対して毎月20万払っています。ね。じゃあ、ロボット、AI がその仕事ができて、じゃあ、これがコストが3万だったらどうします ?17 万浮くんですよ。 しかもこのロボットさんは何の文句も言わなく、しかも24時間動かそうと思えば動かせる。何の文句も言わないんですよ。で3万なんですよ。どうですか ?17 万こっち高いんですよ。いや、僕だったら3万入れますね。普通に。普通に入れますね。会社経営,経営していくわけですから。削減ですよね、そんなの。ボランティアですか、会社っつうのは。 会社っていうのは売り上げを上げていかないといけないですから、そのボランティアで従業員宿ってるわけじゃないですからね、その従業員が20万払って、20万以上の最低でもね、なんか3倍みたいなのありますよ、確か。その払った金額の3倍以上の、まあ、会社に還元しないと会社赤字だみたいな、ある、確か話があるんですけど、20万もらって、20万の仕事してなかったら、もう赤字ですからね。 20万もらって20万ぐらいの仕事してる時点でも、だから言われたことしかできないようだったらもう赤字なんですよ、ぶっちゃけ。だから逆に言うと、言われたことしかできないような仕事の給料っていうのがクソ安いんですよ。だからそういうのも引いてるわけですよ。うん、だからもうこれからはマジで、その、言われたことしかできなかったら、ロボットにやらせればいいんで。 もっとクリエイティブに会社のために何ができるのか、会社の未来のために何ができるのか、俺はこの会社の中でどういうことを、今何がこの会社に欠けてるのか、それを前のめりで、もしくは先読みして、どん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 アクティブに動ける社員じゃないと生き、生き残っていくのは難しいですね、ここから10年。10年後は。もう多分10年後って誰も予測できないと思うんですけど、多分10年後は本当にそう、そうならないと、 あの会社で働くっていうのは普通に難しいと思いますうんど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 ん簡略化されていってあのコストは削減するとかはするうんであの必要な本当に必要な人材だけしか企業はお金を払わなくなると思います本当にそのなんだバックボーンがないと多分耐えられないですねうんその,その ロボットでもできるような仕事しかできない人間を雇う財力がある会社以外はもう全部切っていくわけですから。う だから今,今からまあこの時代なんですけど、この時代のものさらに上の考え方というか、もう一人一人が自分株式会社の経営者であり、自分をどうマネージメントしていくのか、自分の、自分株式会社がどのように経営していくのかっていう、もうその、その考え方をしない限り、マジでやばいっすね。うん。と僕は思います。それは信じるか信じないかはあなた次第、10年後、わかります。 いってらっしゃい。